はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチ1をやっていきます。よろしくお願いします。さあついにね、妖怪の育成が終わりました。何を育成したかというと、お、鬼人のバッチ、いいね。この妖怪です、エメラルニャンです。全員レベル99になりました。性能がこんな感じですね。素早さを若干上げてるんだけども、まあ平均的なステータスとなってます。で、術にね、極楽の術を使うんですよ。なので攻撃を食らっても回復するので、アイテムを使わなくていい、うん、し攻撃力もそこそこあるので、まあオートでずっと戦っていけるっていう強みがある妖怪ですね。おー、どうだろう、クローニと戦えるんだろうかクローニとオートで戦えるか、ちょっと試してみようと思います。いくぞ。1体がガードした時にあれだな、必殺技を使って攻撃を固定してやっていこうか。うん、やっぱさすがに食らうね。あ、やばい。ああ、いや、回復するんだ、ちゃんと。ちょっとしっかり回復してくれればいいのか。性格がね、ちょっと荒くれにしてるので、回復メインじゃなくて、攻撃メインになってるな。まあまあいいでしょう。ガードしてくれれば嬉しいんだけど。まあ、そのうちすると思います。で、アイテムを使うことなく、ずっとこんな感じで来れるんだよね。で、HP もまあまあそこそこ減らしていけてるので大丈夫じゃないでしょうか。で、ガードさえしてくれれば多分ね、必殺技にも耐えれると思う、おそらく。うん、なんでちょっとガードしてほしい。あー、ナイス、オッケー。で、ダメージ減ってるね。どれぐらい食らってるかちょっと見えないんだけども、多分100ぐらいか、そう、さっきの半分ぐらいのダメージで一発で回復するようになってるので、多分100ぐらいしか食らってない。で、それもすぐにね、極楽の術で回復してくれるし、いや本当にオートだわまあまあ、このガードはしなきゃいけないけどね。クローニもこれで全然勝てそうです。必殺技次第、必殺技がどれぐらい食らうか次第なんだけど、全然いけます。耐えれるか？耐えれる多分200ぐらいしか食らってない。おう、あ、全然余裕だわ、全然余裕。でもね、クローニの HP 分かんないな。まあそれは仕方ないか、この戦法を使うと、まあそうなっちゃうからね、仕方がない、倒れるのを待つだけです。おお、倒した倒した。ガードしてそのまんまにしておくと、4分半ぐらいか、4分半ぐらいで倒せるみたいです。いや、これは楽勝だ。うん、他の妖怪だったらアイテム使わなきゃいけないんだけども、これアイテム使わずにそのまんま勝てる。いやー、楽勝でしたね。エメラルニャンは他の宝石系よりも、攻撃力はないんだけども回復するんで、耐久力が段違いですね。めちゃくちゃ安定して戦うことができます。これはいい妖怪手に入れたな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。